けて大切に胸にしまう私たちの恋色。ハロペコ、今日はですね、群馬県桐生市東6丁目にある田沼屋さんにやってきました。今日はうどんだぜ。ほぼ開店同時に来たんですけども、ラスト一席セーフでした。絶品のひもかわをいただきたいと思います。店内はカウンター風の席とテーブル席がこのような感じであります。それではメニューです。やっぱり桐生市といえばひもかわうどんですよね。ひもかわうどん相盛りとあります。相盛りがあるのは嬉しいですよね。それ以外には天ぷらがついたうどんや単品の天ぷら。田沼屋さんはカレーにも力を入れてるということで、今回はカレー系も一つ行ってみたいと思います。その他には肉汁うどん、力うどん、温かいうどんの卵とじや月見、かきたまなんかもありますね。そしてこちらスパイシーキーマカレーですよ。これもいいですね。その他には冷麦や夏限定なんですかね、冷たいものがあります。今回私これ行きたいと思います。かなりインパクトがあるので、ぶっちゃけこの黒い麺に吸い寄せられてきました。まずは肉汁つけ麺1100円です。肉うどんもあったんですけどね、私はこうつけるタイプの方が好きなのでこっち行ってみました。このスープなんですけど、いい色してますね。うどんは平ためのうどんですね。見てわかるキラキラしてトゥルトゥルしてそうなうどんですよ。それをこちらの肉汁にだいぶ。いかがですかこれ。やっぱりね、桐生市といったらうどんなんですよ。うどんがですね、長いんですよ。下手したら肩が外れちゃうぐらい長いですよ。うん、うまい。やっぱり肉汁っていいですね。豚肉のうまみや甘みが全部出て、この豚肉とネギの相性もたまらなく合いますよね。私うどんで食べるなら肉汁が一番好きだな。ほら、長い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 。立ち上がんなきゃ食べれないんじゃないかってぐらい長いですよ。麺の食感はトゥルットゥルです。このネギもいいですよね。ほら、豚肉大きいんですよ。ネギもたっぷりですよ。それ以外にはタケノコが入ってたり、しいたけが入ってました。タケノコなんか食感がやっぱりコリコリしてるので美味しいですよね。しいたけからのいい出汁も出てることが分かりました。めちゃくちゃうまい。こちらはうどんが冷たくてつけ汁があったかい感じなので、食べる時にはちょうどいい温度になって最高です。ちくわ天400円。今回は天ぷら単品でいただきます。ちくわ久しぶりに食べるな。天ぷらを注文すると天ぷらのタレをもらえます。これでいただいてみますか。結構ちくわ天、うちの気まぐれガールが好きで、気まぐれガールいると注文するんですけど、まあ今回いないんですけどね。衣がサクサクでうまい。ちくわ天最高だな。2本目は肉汁のタレに落としました。いろんなうまみが出てるのでね、このエキスにつけて食べたら絶対美味しいと思うんですよ。もう間違いないです。そういうことだ。ほらね、うまいよ。こういう感じでつゆに浸すと天ぷらの衣がしなっとなるんですけど、このしなっとなった私天ぷらも結構好きで、これにねうどんもいっちゃいますよ一緒に。ほら、もう長いよ。うどんはね、ひもかわも美味しいですけど、まあどっちかっていうと私小さい頃から食べ慣れてたのはこっちのうどんなので、やっぱ美味しいですよね。でも桐生の人なんかだとひもかわの方が食べ慣れてるのかな。桐生のご当地のご飯ですもんね。結構味はしっかりしてるんですけど、つゆ飲みたくなっちゃいますね。それでは大本命黒帯1100円です。こちらのメニューは黒帯か白帯か選べるようになってます。黒いのは竹炭を練り込んだ麺です。下に沈んでるこれはですね、豆乳なんですよ。麺は真っ黒のひもかわですよ。これは人生で初めて食べますね。こちらはキーマカレー。やっぱり気になっちゃいますよね、うどん屋さんのキーマカレー。香りなんですけど本格的な匂いがします。食べ方としては 1,2 本ひも皮の面をこっちの小皿に移していきます。この黒い面に豆乳っていうのも斬新ですよね。そこにキーマカレーを加えていく。これどんな味するんだろう、ちょっと想像が私つきません。こんな感じで黒と赤のハーモニーですよ。うん、うまい。カレーなんですけど結構辛いですね。でもこの辛いキーマカレー、本格的な味がして美味しい。竹炭にはですね、遠赤外線によって体の中から温まる効果、整腸作用やお腹の調子も良くしてくれるということで、その他にはダイエットや美容、美肌、健康に大活躍するということです。キーマカレーを入れて食べた後には豆乳をプラスして食べるのが食べ方らしいので、豆乳を加えていただいてみましょう。キーマカレーが結構辛いので豆乳が入るとマイルドになりまして、辛さはちょっと収まる感じですね。うまい。そしてですね、このひも皮の食感もすごいんですよ。スルスル入っていく感じ、表面もツルッツルしてですね、食べやすい。キーマカレーでちょっと唇がヒリヒリしてるんですけど、結構辛いのが苦手な方はどうかなって思うんですよね。でもね、やっぱり後を引くかなって感じします。すべてごちそうさまでした。私、栃木県群馬県で飲食店の紹介をしている MO チャンネルです。本日の田沼屋さん、真っ黒い麺とキーマカレー、斬新でした。とっても美味しかったです。肉汁うどんも美味しかったです。本日はごちそうさまでした。